あ、どこだったこれ。あのね、クラッチ踏んで回す、うん、あ、回すのこれ。うん、坂だからいかんだって。はい、いきなりのエンストシーンから始まりましたが、今回の動画はですね、50代男性に試乗の方していただきましたので、その様子などをですね、おっぱいの方していきます。はい、どうもゴッドです。いつもご清聴ありがとうございます。今回はですね、ゴッドの愛車 CRD 無限 RD に4年間乗ってきて、今までですね、友達や家族、親戚、職場の人などたくさんの人にですね、助手席に乗ってもらったり、試乗してもらったり、車好きにですね、ナンパされたりと、いろんなことがありました。そこでですね、今回は無限 RG を試乗した人が感じたことなどをご紹介の方していきます。まずですね、最初に50代男性に試乗していただいた時の様子の映像を流します。その後ですね、良い感想も悪い感想もぶっちゃけて紹介の方いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。試乗シーンから始まります。このままご覧ください。硬いクラッチが硬いめっちゃ俺は柔らかいけど、乗り慣れとるからかな。似とるけどホンダの車なんかよく似とるけど、やっぱ違うな。ホールド感ある。俺の車よりは俺の車よりそうだな、ないと困るわ。すごい、うわ、押し付けられるわ、うん、なか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 やね。やっぱ助手席に乗ってて、めっちゃエンジンの音いいね。全然いいねこれ。いい、お思う久しぶりに助手席乗ったけど違うね。なんか運転してる時と違うわ。赤だわ。速いな、速っぱりは。3速で十分って言っちゃう。なかなか楽しめんな、うん、6速まであるの。うん、6速まであるよ。早いな早い早いよね。一踏みした瞬間で速い。全然違うな。全然違う。うん。何cc これ？これ1500。まあ一緒だもんな。なんでこれ違うんだ。エンジンなんて一緒だろ。うん。1500とは。スーパーチャージャーがついてる。うん、スーパーチャージャーがついてる。1500とは思えん。このマフラーも純正？マフラーも無限のマフラーがついてる。あの限定のね、うん、全部あのマフラーとかも全部チューニングされてる。いや疲れるんだけど、ほら慣れると疲れる。慣れると液状とシステム、しばしですねバックしてる際の音をお聞きください。
が街乗りを試乗されている様子ですが、繰り返し速いという声が聞こえてくると思います。本当はですね、もっとスピードが出せるところで試乗したかったのですが、急遽でしたのでこの映像になりました。機会があればですね、峠道なども試乗していただこうと思っております。今回はですね、親戚に試乗していただいておりますが、いつになるかは分かりませんが、このチャンネルが成長、1000人ですね、1000人達成したら CRG ファン感謝祭ということで、チャンネル登録されている方にも無限 RG を試乗していただくことも考えておりますので、チャンネル登録をし、応援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録1000人達成、いつになるかわからないので、その頃には無限 RG 乗っていないかもしれませんね。そうならないためにもチャンネル登録をして応援の方よろしくお願いいたします。はい、話が逸れてしまいましたが、これから良い感想の方から紹介の方していきます。まずはホールド感がある、クラッチへつながるのが早い、めっちゃセンスがいい車だね。限定車なんだ。やっぱり車高も低いし、マフラーの音も良いし、バックしてる音も良いね。86より速い。これは多分あの旧型よりだと思うんですけども、これはですね、ブーストがかからなかった際に友達に試乗してもらった際の感想です。今ではですね、ブーストしっかりかかるんで、今試乗したらどう言われるかちょっと知りたいですね。はい、乗り心地が良いね。全然気にならない。めっちゃ速い。うわ、内装全部青なんだね。存在感あるね。コーナリング早。こんなスピードで普通曲がれないよ。こりゃ欲しくなるわ。続いてですね、マイナス面ですね。これもまあささっと紹介の方していきます。あの車高が低い、坂とか気使うね。めっちゃ乗りにくい、長時間は疲れそう、クラッチ硬い、後部座席狭っ。マイナス面は以上になります。人それぞれあの思うこととか感じることは違ってくるので、その辺はですね、ご了承ください。ここまであの、無限 RG 試乗した人のですね、感想とかをご紹介しましたが、どうでしたか？意外とですね、マイナスな言葉がですね、出てこなくて、良い印象を持たれる方が多いです。今回はですね、無限 RG を実際にゴッド以外の人が乗った感想なんですが、ぜひですね、ノーマルの CRG も実際に乗ってみてください。魅力にですね、気づく方が増えると嬉しいです。以上で今回の動画終わりになります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。Wasting precious time with someone.